疲れ様です。よいしょ。明日は花垂れでございます。2列目だけど神手、神手、私神手にいるよ。神手、暗闇の最後でしょ。神手にいるよ。こんばんは。そう、今日はねお休みで、明日はね EX シアターですね。明日は花垂れ EX シアターで、チケットもね、明日の花は誰のものチケットもあるので、ぜひお待ちしてます。本気で仕事して、待ってるね。頑張って、お仕事てます。茶髪に見える？髪の毛が光かも。ここにライトがあるから光の当たり具合かもしれない。難しい、置き場所がなんかなくて見つからなかったの。いい感じに、いい感じに置けなかった。そろそろベルミンじゃないアクスタも購入しますね。ぜひゲットしてよ。そう、明日ねグッズもね、あの会場で販売してるから、アズミングッズゲットしてね、ぜひ。こんばんは。そうだよ、明日花垂れ公演東京でやります。めっちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶりでした。あ、めっちゃ久しぶりでした。もう終わってた終わってる。めっちゃ久しぶりの花垂れ公演です、明日が。そう、冬衣装グッズかわいいよ。今日はオフで、東京オフだったので、午前中お仕事がちょっとあって、お仕事があって、でその後オフだったので、明日ひーちゃんが出るから、ひーちゃんもオフ日だったんですよ今日。なのでひーちゃんとちょっと東京散策して、実は今日と、クラブミクサ東京劇場、 ST48 東京劇場であった、あれを見に行ってきました。ショーケースライブを見に行ってきました。ショーケースライブ見に行ってきたの、見学してきた。そう、実は今日ミクさんいましたそうなんよ、実はみんなの後ろの方で見てた高崎彩子の隠れ家で安住のうっかり話面白かった。何それ、何、どんなうっかり話が炸裂されてたの。そう、池袋、なんか私会場着いたのが40分ぐらいだったんですよ。40分ぐらいにクラブミクサの会場付近に着いたんですけど、7時開演でまだね、ファンの方がね、外におられて結構私さ、もう今日はもうすごいオフな格好で、まあ、マスクしてたんですけど、そう、外おったらファンの方に紛れて紛れてあわあわしてましたなんか実はどうしようどうしようどうしよう、スタッフさんとまだ合流できてなくって、その時一人で
ってなってて、そうだからもうあの壁に向かってこうやって壁に頭突っ伏してた、ずっとバレないようにみんなにバレないようにちょっと壁に向かってこう頭をこうやって向けて、こうやって入場前、そう、え、横の駐車場のところにいたの見てた、え、見てたんだバレてたそう、駐車場のところでもどうしようどうしようと思って、とりあえずもう壁に向かってもう頭だったら、そのマネージャーさんが来てくれて、そう合流してあの中に入ったんですけど、そう、まあでもね、マスクしてた、え、そう、なんか駐車場のところにいて、そしたらそうクラブメイクさんのスタッフさんにあのあれです、どうしたんですかって言われて多分ほんとミクサのスタッフさん、 STU のスタッフさんじゃなくてクラブミクサのスタッフさんにどうしたんですかみたいな、関係者の方ですか、そう言われて、ああのえあの ST48 ですって言ってそうST48 です、あの関係者なんですけどって言ってたら、あ、関係者の方はあちらの扉からって言われて、ええでもあちらの扉の方にはお花の方がいるんですよ、どうしようと思ってどうしようと思ってたらマネージャーさんが来てくれました、あそうこんばんは、そうなの、お、サムエのホーム最終戦来場って聞いてびっくりしたって、え、ね、楽しみにしてて、私も楽しみ、12月1日、こんばんは、そうだよ、そんな面白いことそう、もう一人で汗してて、そうガチ関係者もうどうしようと思ってでもなんとか無事入れて、そう後ろの方から見てました、実はひっそりと、なんかちょっと上あたりから見れる場所があって、クラブミクさんだからみんなのこと上から見てたファンのみんなのこと、そう上からこう覗いてました、お話し会最後のお見送り、そうお見送りでみんなが並んでる様子もずっと上から見てた見られてましたよ、あずみんに、ファーストルーム間違えてアーストシングルって言っちゃったんですとかね、えぇ、ー、懐かしい、え、高崎彩子なんのやつだろう、高崎彩子、そう、こんばんは、でもお見送りはあのね、なんかお見送りに並んでるファンの方しか見えなかったから、あのお見送りしてる風景は私はちょっと見てないんですけど、そう、でもやっぱそう、お見送り自体は見てないですね。
衣装かわいい、衣装のかわいさにより、なんかメンバーのかわいさが際立ってて、かわいいな、やっぱあの衣装ってなりましたね。スタッフさんが、あずみんが早くここで踊ってるの見たいって言ってくださって嬉しいってなりました。私立ちたいな。そう、おされさんのに作ってもらったんです。今回あずちゃんね、いつ出れるかな。またまだ今後のね、あそこのショーケースライブ自体の予定がまだ出てないんだけど、で早く出たいですね。ねえ、かわいいよね、あの衣装ね。ラメいっぱい。かわいいなと思った。嬉しい。あずみダイス。嬉しい。そうだんよ。おされカンパニーさんに作っていただいたんです、今回。そうなの。素敵。そう。でも、あれですね、シングル曲がメインに組まれてるセットリストで、ショーケースライブあれは STU48 が詰まってるなと思ったし、個人的にはすごくあのライブを今 STU48 が東京に来てやる、なんだろう、意味みたいなものはすごくあるなって感じたし、だからこそなんか届ける側ももっとより初めての人にもっと届くように頑張りたいなって。めっちゃ盛り上がれるから体感すごく短く感じた。ね、私も見てて短く感じた。あのフルコーラスなのがいいよね、ワンハーフじゃなくってね。フルがいいですね。あと今日 MC でも出てたけど、多分ね、全メンバーみんなセンター曲があるんですよ。出てる7人のメンバーみんなセンターの曲が1曲は絶対にあるから、ある種まあ7人っていう少人数なのも あるので、なんだろう、ピックアップ、一人一人がピックアップされるのもいいライブだなって思った。あれはすごくいいなと思いましたね。ファンの方も多分一人一人見やすいと思うし、ピックアップだからね。そう、全部フル尺で、そう、 STU48 の歴史を、そうだね、遡るというか STU48 の歴史と一緒にお届けするみたいな感じですね。ですね。だからよりね、わー立ちたいって思った。私も見ながら私たちの見ながらはやりたい、立ちたいって思いました。センター違う、楽しいね。それはね、確かにね、あのね、やる人によって全然変わるんよね。センターする人によって、雰囲気、曲の雰囲気変わると思うから、多分その7人いて、いろんなメンバーがセンターするし、多分今後ね、ポジションがこういろいろ、いろんな ポジションをメンバーがしていくと思うから、公演ごとにいろんな人が
センターしてくライブになると思うの、あれね。でみんなが多分それぞれに全員に多分センターの曲回ると思う、ポジション的にも絶対に。だからそういう面でも今後ね、メンバーいろんなメンバーで多分っていうか絶対が東京劇場行ってあのライブを行っていくと思うから、そこもねなんか楽しみにしてもらえたらなと思うし、素敵素敵だなと思います、本当に。うん、素敵素敵だなと思う。一人一人が本当にOK。そうだね、あとはね、新しい方にいっぱい見てもらいたいな、あの池袋で。こんばんは。お見送りも楽しみだよ、眺めお見送り眺めお見送り楽しみ。あ、ファンクラブコンテンツ、あー隠れ家、私のうっかりエピソード。だってもうサーヤンさんさ、私がうっかりしたらあれだよ、あずみんしたって最近あれあずったあずったって言ってきます、サーヤンさんサーヤンさんにちょっとうっかりしたら、うっかりしたじゃなくて、あずったあずったってあずったって言われます、さやさんに。それがマネージャーさんにも伝染して、マネージャーさんにもあずったって、マネージャーさんにまで言われる、あずったってあれあずみんあずったあずってるよあずみんねえあずってないあずってるって何ってなってます。そう、ってない、あずった。そう、方言じゃ、いやね方言じゃなくて、あのね、あずみんうっかりしたことをあずみんしたって言うの、さやんさんが、あずみんやったって。それがちょっとあの短くなって、あずったあずったってあれあずったって言われます。これは方言じゃなくて、流行語大賞狙ってないよ狙ってないです。2024年流行語大賞あずった、そう、うっかりイコールあずみになってる。パセリさんがそれを聞いてうっかりも含め支えてあげたいって言ってた。もう優しいもう優しい。もう最近ね、人の優しさに触れる瞬間が多いです。もう人の優しさにね触れる瞬間が多いんですよ。優しい。パセリさん大好き、私も。サヤンさんも大好き。アイコジさんも大好き。さきあやこ、優しい。あ、同盟入れて、よかった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 、こんばんは。あ、お話し会も現在受付中です。
受付中です。なんか前回4時間目が落選した方もいたから、もしかしたら完売したっぽかったんだけど、多分入金漏れであれなので、4時間目もうぜひ、もし入金漏れしちゃった方はポチポチしてくださったら嬉しいです。そう、再販しててお話し会、大阪4時間目と5時間目なんですけど、どっちもね完売したいなって思ってるので、ぜひ4時間目5時間目会いに来てくださったら嬉しいです。そう、再販やってるの、ごめん、ちょっと告知ができてなかった、明日告知しとこう。そう、再販やってまして、今こんばんは。お、ホーム最終戦決勝戦おめでとう、ありがとうございます。そうだから4時間目がもし本当に極小かもしれないので、完売、どっちも完売させたいっていうのが今の目標なので、ぜひ4時間目、この前たくさん申し込んでくださった方は5時間目の方を中心にたくさん会いに来てからくれたら嬉しいです。待ってます、ありがとう、お待ちしてます。明日初めて恋のあずみ見られる、嬉しい、ありがとう、嬉しい、待ってるね、待ってるよ。え、寒いね、今日寒かった、寒いのにひーちゃんとかき氷食べちゃった今日絶対間違えてるよね、寒いのにかき氷食べちゃったよ。うん、広島よりも寒く感じる、東京なんかなんかね、なんかその火鍋っていうのを食べたの、みんなでね、だから結構ね熱くて、火鍋が熱かったんよ、熱くてちょっと辛くてヒーってなって、なんか甘いもん食べたいねってひーちゃんとなって、だからひーちゃんがかき氷食べませんかって言って、ここ行きたいんですって言ってくれたから、行こうって言って行ったんよ。行って食べ始めた時はもう幸せで、おいしいおいしいって食べてたんだけど最後らへんはプル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 震えながら2人で食べてました。しかもちょうどね、座ってた席的になんか外の風が入ってくるところでそう、なんかしかもね、あのね、食べ始めてから、食べ進め出してから、なんか外の風が急に吹き込んできだしたんですよ、私たちの机の元へ。そうだからもうなんかもうより寒くなってきちゃって、そう、ひーちゃんと同い年です。そう、誕生日もね近いの、3日違いとか、ほんとそう近いんです、誕生日も近く。あ、元気に花だれです。あ、そっか、ひーちゃんと花だれ出るの初めてだから楽しみ、ものすごく楽しみです。ひーちゃんと花だれ、花だれ久々、
プレゼント準備できた。お、本当？嬉しい。ありがとう。楽しみにしてるね。そう、明日配信あります。アベマ。アベマで配信ある。浜田響ちゃん。ホテルですよ。え、ね、あずみさんって言われます。ひーちゃんに。そう。かわいいよね。あずみさん。あずみさんって。ひーちゃんは、うん、初日じゃない、この前初日だった。前回の東京の花だれが初日だったかなですね。だから2回目かな。前回はちょうど舞台と重なってて私出れなかったので、東京の花だれだから一緒に出れるの嬉しい。サッチーとも花だれは一緒に出るの初めてだ。明日突撃しよっかな、ひーちゃんの配信私も練習せんといけん。花だれ、そう、あ、東京の公演自体2月ぶりだね。と僕隊の僕隊ぶりだわ、公演は。うん、みちょぽじ、みちょぽじさご、みちさんぽじです。イエス、ピッチャー散歩時。そうそう、ピッチャー散歩時だよ。花だれもいつぶりかな。8月の1日とかにあった花だれぶりかも。だからめっちゃ久しぶりなんだよね。ちょっと確認しなきゃ、配信終わって花だれの確認する。東京似合ってきた。むせちゃった。むせた、むせた。え、東京の女になってきたってこと？響きの部屋で響きの部屋で一緒にやろうかな。響き頑張ってるから。あずみん花だれ東京開催イコール号泣、やめてやめて泣きたくないから。お、ペンライト用の電池充電するって。じゃあ明日は水色とピンク照らしてくれるよね。水色とピンク、7さん、お、12月7、うん、確かに。サンキちゃんから写真出せって感じます。へー、サンキちゃんはね大好きです。こんばんは。でも今日もひーちゃんといっぱい話せて楽しかった。ひーちゃんといっぱいお話できました。ゆっくり。やっと話せたかもしれない。なんかゆっくりご飯行ったり二人だけでってあんまりいなかったから、ひーちゃんと普通にレッスンとかで話したりしてたけど、うん、結構ね話しましたね、いろんなこと。ひーちゃんは明るい子ですよ。明るくて、あの子はすごくね気が利く子だと思う。私は気が回る子。
ですよ。あとなんか似てるなところもあるから、私ひーちゃんといて、だからなんか居心地いいですね、ひーちゃん。真面目な話、そうだね、真面目な話もしたりみたいな感じかな。楽しかった。そう、ね、イントネーション、え、イントネーションやっぱ独特だよね、ひーちゃんね。それはね、思う、わかるわかる。インドネーション方言なんかな、方言なんかなと思いよるけど、インドネーション独特の時あるよね。あ、私も人のこと言えないけど、結構独特だから。無力の全ポジね、そうだよ、もう無力マスター一人無力マスターしてます。こんばんは。気使いやろ気使いかも、ひーちゃん。逆にね、逆にひーちゃんといたら私気使わなくて、気使わず入れるんですよね、ひーちゃん。うーん、割と貴重な存在かも、ひーちゃんみたいな人。なんだろうな、いつも自分が気使ってあってなっちゃうところで、ひーちゃんが多分ね、あってなるポイントがちょっと似てて、ひーちゃんは私とで、まあ、同い年っていうのもあるから後輩なんだけど、自分もすごくひーちゃんめっちゃなんだろうな、好きだしね、あれなので、なんかすごい頼っちゃうし、なんかこうひーちゃんには変に気使わずに入れるって感じです、ひーちゃん。って感じの人、なんかそう、年一緒なのもね、でかいかもしれん。どうしてもね、なんか3期も割と、まあ、ひーちゃんと私とひーたんが 2.5 と3の中でも年上、年長メンバーなんですよ。だから一番あのどうしてもさ、自分より年が下に離れてるメンバーばっかりだから、 2.5 と3っている時とかは特になんかすごいね、いつも以上に気張ってなんかすごいお姉さんしちゃうというか、やっちゃうけど、そうヒーヒーはヒーヒーはもうなんだ、やっぱ同級生ってあるのかな、ひうん、お姉ちゃんしない自分でいられるのも、いられる結構のも結構好きですね、一緒にいるの。お久しぶり、覚えてもらってください。え、覚えてるよ、楽で、居心地いいです。そうや、くるくるといるときは気を使うってことかねそうと言ってないでしょそうと言ってないでしょ。なんかね、誰といてもないよ、結構私性格的にもうね、誰といても気使っちゃうんよ、もう私は性格もっと、もう性格的に、ちょっと、まあ、くるくるはくるくる、なんかもう気使う、あれはもう気使うの壁ぶっ壊れてるからくるくるはちょっと違うよねあれちょっと壁、お互いにちょっと壁ぶっ壊してるから、うん、
ねえ。いや、ひーちゃん、ショートにしたの大正解。いや、本当に大正解。うん。大大大正解ですね。私めっちゃ好き、ひーちゃんのショート。壁ないね。ぶっ壊れてる。本当？あ、11月30の話ですか。さらに追加すれば。ありがとう、待ってるよ、待ってます、お話し会待ってます。確かにかまどに似てるね。全然嬉しくないね。ね、全然嬉しくない。かまど、かまど全然嬉しくないんですけど、ちょっと嬉しくないんですけど、ワイ変なこと言うから気使わせてるって。もうめちゃめちゃ気使ってる。嘘。全然、逆に変なこと言ってくれた方がなんかもう、あのね、もう気使わずにいられるから、心がただただ幸せだから。変なこと言い続けてて。こんばんは。お、何しの岡山ぶりに会える、嬉しい、ありがとう、ありがとう、楽しみ。こんばんは。これ何のギフト？ポップコーン？ポップコーンのギフトかな？11月、あっという間に終わりそう。まだ始まったばっかなのに、あっという間に終わりそうな予感がしてます。てんこ盛り盛りになりそう、11月も。あ、うんですね。あずみに明日も会える、先週もきひろして会える、きひろ。うん、楽しみ、見つけるね、嬉しい。そうだね、来週は公演三昧ですね。今週、あ、まあ、明日も公演だけど、来週は瀬戸内で、瀬戸内三昧です。来週は瀬戸内三昧。あ、テーマパークの向こうなんだ。広島帰る頃に実が座3分の1あると思う。やばい、それやばい、やばいよ。え、そう、タワーの俺ね、できてないのが、そうなんです。ちょっと帰ってから時間作る、申し訳ない、本当に申し訳ないです。待っててください。4時間目残り少ないだけは追加も、ありがとう、ゆき、ありがとう、本当にありがとうね。4時間目と5時間目完売させたいです、ありがとう。お、くるくる生誕、今日待ってる、楽しみだ、くるくる生誕。来週昼前川柳もある、そう、昼前川柳もあります。
今回は、今回の昼前川柳は来週か、来週あるんですけど、 NHK の昼前川柳、あれですね、あのね、なんだっけ、あのね、テストがお題なんですよ。だからちょっとね、今までの川柳の中ではちょっとユニークな感じのユニークな感じの川柳書いてみました。私の学生時代を思い返しながら。テストにはいっぱいいろんな思い出があるからね、私。テスト、お見送り、え、どうなんじゃろ、え、待って、どうなんじゃろ、東京の公園とお見送りあったっけ、あるっけ、お見送り、どうだっけ、ある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 気がする、ある気がする、あると思う、え、どうだっけ、今まであった、あ、じゃあある、じゃあある、ある、ある、明日あるよ、あると思う、あるある。10点に丸一つ足して100点に、ねえ最悪の川柳ねえ、やだ、そんな、そんな川柳読んだらもうよ。明日は、明日はちょ、多分明日の髪型は多分おろし気味だと思う。アップ目じゃないと思うから。よ、それで予想してください。どうしよっかなって悩んでて、今からもう悩む髪型、うーん、アップ目じゃない、おろし気味だと思うか、おろし気味のちっちゃい女の子見つけてください。前髪は、あるかな、多分おろし気味ですね、おろしの、おろし気味かな、おろし気味に してる、するかも。最近、そう、最近ツイン多かったから。明日配信で見ます、ありがとう、待ってるね、待ってます。あと超いい TikTok 撮れたから超いい TikTok 撮れたので、それも明日載せよっかな、明日載せるかも。超いい TikTok 撮れた、超いい TikTok かな、ハードル上げたかも、それはそれはちょっとハードル上げたかもしれんけど、あの、可愛い TikTok が撮れた。そう、あと何気に、あの絶対音感のやつあるじゃん、ドレミファソラシドのやつ、あれ結構さ再生回数回ってるんや、あれやっぱ流行ってるからかな、流行りものだからかもな、なんか結構再生回数回ってて、回るんやーってなったね。そうなんや、あれ伸びたんやね。そう、あれよかった、あれの好き、みんな、ほんと
あとはなんかこの前の副フェスで一人で練習してる映像を先生に隠し撮りされててその映像もなんかどっかで載せてもいいかなって思うけど、どうやって載せようと思って。そうなんですよね。見たい。結構お宝映像かな。わかんないけど、あんまり見ないかもね。裏で確認してる私のマジでただ淡々と確認、まあ気づかんかったよ先生に撮られてること。ただ淡々と歌メインで確認してる私の本番前の映像。レッスン場掃除してる映像も需要ある。え？需要あるのそれただの掃除してる風景だよ。へえ、じゃあなんかポンって乗せたりしようかな。あ、サムレちゃんダンスも良かった。嬉しい。じゃあまた乗せよ。よし、じゃあそろそろ壇上を読もうかな。リエチ、あった、あった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 、会いました。変わらないリエチだったよ。そう、リエチに会えたの昨日。よし、壇上読みます。13位、ヤチリンさんありがとう。12位ヌッシーさんありがとう。11位マヤコーちゃんありがとう。10位奈良西さんありがとう。9位日野ひかりさんありがとう。8位鍵37さんありがとう。7位ディオさんありがとう。6位もりもりさんありがとう。5位くまねパパさんありがとう。4位せいやんありがとう。3位りゅうやくんありがとう。2位こにゃまるさんありがとう。そして1位はズルルルルルルバン、なっかーん、ありがとう。明日は花は誰のもの公演です。 EX シアター六本木にて花誰公演あります。チケットもねまだまだ多分当日券出ると思います。あのチケットもまだ空きがあってお渡しできる状態なので、急遽ね明日平日なんだけど夜お仕事終わり学校終わりにでもなんか来れそうって思ったらぜひ足運んでくれたら嬉しいです。待ってます。お仕事頑張ってね、学校頑張ってね、コールもたくさん届けてください。花だれ、久々の花だれ頑張ります。楽しみにしててありがとうね。頑張る。おやすみ、おやすみなさい。バイバーイ。